海岸道とは、静岡県加茂郡松崎町道部にある採石場跡。伊豆半島が海底火山であった時代の海底に降り積もった火山灰が業界岩へと変化し、伊豆石と呼ばれる石材として重宝された。室井和道は、江戸時代から1954年頃まで、伊豆石を垣根掘りの広報を用いて石を切り出していた採石場跡であり、 切り出されたものは奥側にある出口から海岸まで運び出し船で輸送をし、江戸城の石垣にも使われた。この採石場跡を整備し、室岩堂と銘打って1982年4月に公開された。道内は約2000平方メートルの広さがあり、内部をめぐる遊歩道はおよそ180メートル。地下水が溜まって済んだ水たまりになっている箇所もある。 内部の構造は複雑である。伊豆石は柔らかく加工しやすく耐火性にも優れた石材で岩質は2種類に分かれる。当地で産出されたものは前述の通り業界岩質のものである。ABCD 出願堂伊豆半島ジオパーク2016年1月閲覧 a b 出願堂松崎町2016年1月閲覧 ABC 伊豆石 石蝶バート、伊豆市、2016年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ、2016年1月閲覧、ありがとうございます。